皆さん、こんにちは。ストーリーチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、この前ね、リゴで買ったリミの誕生日プレゼントを今回は渡していきたいと思います。じゃあ、リミちゃんまだね、知らないんですよ。知らないんですよ。すごい大きいんですよ。そう、今パパとね、ちょうど上にいるので、はい、呼びたいと思います。じゃあどうする？足の下に置いてほしいと思います。いいね、それ。それちょっと足の下に今隠して、リミちゃん呼びましょう。リミポーズ、カモン！あれ、降りてきてる。降りてきてる。返事じゃない。いつものリミだ。宿題やってたの？宿題やだね。宿題終わった？宿題終わった？お疲れ。いつも宿題やるとね、不機嫌なんだよね、リミはね。お疲れんぼー。お疲れんぼ？お疲れんぼー。友達に教えてた。あ、そうなんだ。あのね、あのドラマ、俺のスカートどこ行ったっていうドラマ。そのドラマ？じゃあ、はい、ということで。今、リミちゃん呼び出しまして、何だと思いますか？リミちゃん。じゃあ、ヒントをします。今回、今日は何月でしょう？いいんですけど、6月。6月といえば？雨の日。梅雨ってこと？うん、確かに。はい、ということで、リミちゃんを呼び出したのはこちらです。じゃーん、リミの6月といえばリミの誕生日。イエーイ。何ですか？こちらウィゴーさんで買いました。ウィゴー、ウィゴー、ウィゴー。何入ってるの？あのね、前回ね、私も4月の誕生日の時、あのお弁当箱とかいただきましたので、リミのお誕生日プレゼントをウィゴーさんで買ってまいりました。リミ、これ思う存分散らかしてください。いいな。じゃあリミちゃん、はい、思う存分散らかしてください。いい？はい。実はね、しーちゃんのね、買い物の時にね、全部買ったものね、半分内緒にしちゃったの。だからね、視聴者の皆さんもね、多分何が入ってるか半分わからないから、紹介してください、リミちゃん。私はもうこれからね、しほちゃんとママは知ってるけど、る他の人はまだ何が入ってるかわからない。リミも知らない。もちろん。パパ、もう私出番なくなっちゃった。いい？なんかもう案内して。でもほら、しーちゃんが選んだんだから説明してください。 B が選んだから。 B が、いいよ、いくよ。2つ目はなんか取れる？いい？いいよ。おいしいだ。こちらはですね、あの小物入れの、あの青いギャップです。これね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、そこにね、なんか入れられるんだよ、小物、うん、で、これちゃんと金具もついてて、バッグとかにも引っ掛けられるね。これいいじゃん。これめちゃくちゃ可愛くない？可愛い。可愛すぎて、あのリミに似合うと思って買いました。いいね。だけど帽子はかぶれない。うん、かぶれないけどね。はい、次、いっぱいあるよ。マリオ今回。うわ、なんかでっか。いい、いくよ。いいよ。なにしてる？あー、すごい。すごいでしょ、これ。こちらは水鉄砲。水鉄砲だよね、これね。これね、あのね、夏サマーといったら、あのプールとか、海とか想像するけど、うん、いいやつじゃないですか。いいよ。あの、スイカ割りもそうできるかなと思って。スイカ割り？夏はプール、じゃあ夏は海、海といったらスイカ割りじゃない？でもこれは、このスイカはタンクだからね、水タンク。そう、スイカ、よくないこれ。リアル。リミはプール嫌いだけど、こういうのなら好きでしょ。好き。すごいね、ここに水を、このスイカに水を入れて。これ欲しかった。本当？よかった。背負いでこっちね、よかった、リミちゃんが嬉しそうにしてくれて。リミ、これ欲しかった。よかった、よかった。いい？はい、次。何これ？
こちらは扇風機でございます。扇風機だけどすごいんだよ、ま、機能がありに。まずね、首にかけられて持ち運びに便利でしょ。あとストラップで、あれ首にかけられる、あストラップでまず首にかけられて、うん、次なんかリングっていうの、リングみたいなので、うんうん、あ、そう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 、スリーウェイなんだよこれ、スリーウェイ。すごい、すごいよね。そっちのリングで、あの持ち運びとか大きい型にも便利で、すごいじゃん。うん、すごいでしょ。すごい。普通にもできる。すごいでしょ。ストラップ、そうそう、それ首にかけられる。すごい。すごいでしょ。すごい。このリングすごいよね。なんかこれつけてもいい？いいよ。好きなとこにつける。今？今、うん。あれそれ裏につけんじゃないの？裏だよ、これ裏。あ、それ裏なんだ。一番向け。あ、ほんと。いい？つけて、うん、つけてみよう。すごいね、スマホみたいだね。うん、ぴったり。お、いいじゃん。あ、いい！お、いいね、滑らなくて。ここお、来た？おこれ多分3段階だと思うんだよ。見て、2段階。2段階ですね。ね、これどこにつけるの？こことか？それ、紐通し穴ない？ない。どっかにあるはず。探せば。ない？ここだ。そこだ。そこに入れればいいんだ。うん。じゃあ、それ後でやろっか。うん、じゃあ、後でリンちゃんやんな。いい。いや、なにこれ？これ、可愛くない？可愛いでしょ？筆入れ？筆入れ。筆箱？筆箱？筆入れっぽい。なんかお家のさ、筆箱に使ったらいいかな。学校はちょっとね。この子さ、脳みそとかさ、ドクドクするやつな。あ、心臓？うん、じゃあ、あったじゃん、ほら。どう？かわいい？かわいい。ほら、こうやってさ、こうやって置いておくの。かわいい。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。いいね。いいな。はい。それ。はい、次。いい？いいよ。リミちゃんの好きな。スキンだっけ？キラキラでーす。これめちゃくちゃ水色でキラキラのね、リミが好きそうなので選びます。これ水色しかない？水色しかない？一色。え、これ一色しか売ってなかった？うん、いっぱいあったよ。でもリミちゃんといえば水色だからとりあえず水色にしました。はい、次ラスト。わかんない、何個ぐらい。うん、えっ、かわいいでしょ。かわいいでしょ。枕顔に描いてやるよ。鉛筆じゃじゃん。うん、そう、ちゃんと芯のところもね、ついてる。これすごいでしょ。抱き枕になるね。鉛筆ちっちゃくなって。うん、これで終わりかな。あ、まだあるんだって。リミちゃん最後かな。ほんとだ。いい、いくよ。うん、なにこれ。こちらはね、ボールペンかな。ボールペン、かわいいです。開けてみる。なんかまだ入ってる。うそ、もうない。開けてみてください。じゃじゃーん。ね、かわいいでしょ。座り心地、心地がすごい。かわいいでしょ、それ。夏っぽいよね。そう、かわいいでしょ。すごい。これね、本当に今回は夏と水色をテーマにしました。ありがとう。いい顔いたしまして。はい、じゃあね、今回はすほちゃんが、みーが私のみーのお小遣いを使って妹の誕生日プレゼントを買いました。で、今プレゼントしました。はい、どうでしたか？いいね。よかったです。あと高いのもありそう。高いのもありそう。値段なんだね。値段を心配してくれてるのね、リコちゃん。ありがとう。
これ何千円？いいから金額のことは聞かないよ。聞かないね。プレゼントは金額。じゃあいきます。せーの。それでは、バイバーイ。グッバイ。見て、通せた。よかったじゃん。ね、ママ見て、通せた。うん、よかった。できた。お、いいじゃん。これに、これをしょ、ちょ、ちょ、ちょって、いい。で、して、しながら、これを、かけて、こうやって持って、いいな。いいね、夏っぽい。ね。うん。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。グミ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 ペア。三十一。